さらば愛子のヤクザは、安楽高夫の1988年の小説、それを原作として1990年に制作された、陣内隆のり、柳葉敏郎主演の東映ヤクザ映画である。1990年11月23日に公開された日本映画。制作は、東映東京撮影所。タイトルには、さらば愛子のヤクザグッバイディアフレンドと1980年代。 後半から公開当時の1990年初期ニューウェーブヤクザ映画と言われるジャンルが流行したこともあり、今作もその流れを組んだ作品として知られる。今作で柳葉敏郎はブルーリボン賞助演男優賞を受賞した。物語はジョン・レノンが銃弾に倒れた1980年から始まる。陣内隆則演じるヤクザ 藤島五郎がマスターを務めるバーモビーディックに、柳葉敏郎を演じる早稲田大学のエリート学生、中馬達也は、客として訪れる。相良春子演じる五郎のイボ妹、高梨紀美子は、ホステスとして働いていた。紀美子は15歳の時に五郎と敵対する、ヤクザ工藤に暴行され高志を出産しており、五郎にとっては敵であった。客として、店に来ていた、工藤の手前。 ゴロウは達也をぼったくり、暴力を振るう。そんな出会いではあったがゴロウと達也には、友情が芽生え、達也はキミコに恋に落ちていく。ヤクザの抗争事件に巻き込まれた組を救うため、ゴロウは工藤を殺害し刑務所に服役し10年後に出所する。達也は10年を海外で暮らし、出所の連絡を受け帰国する。ゴロウの兄貴分の坂田明には、 組長が五郎に後目を譲るつもりでいることに焦り、薬漬けにした五郎の老いっ子の高しをそそのかし殺害を命じる。ありがとうございます。